愛です。明かりだよ。AI イラストを使って AI アニメーションを生成したい。テキストから動画先生成をしたい。アイチ、教えてちょうだい。Gen2 を使うことで AI イラストやテキストから AI アニメーション動画を作成することができます。ログインすることでクレジットが付与されるので無料で AI アニメーション動画を生成することができます。この動画では AI イラストを使って AI アニメーション動画を生成する方法とテキストから AI アニメーション動画を生成する方法について解説します AI イラストから AI アニメーションを生成する方法について Gen2 の URL にアクセスしてください概要欄にリンクを貼っているのでそこからアクセスしてみてください右上にあるサインインツー o l をクリックしてください3つの登録 ログイン方法があります。1 e、e メールアドレスで登録する。2、Google アカウントで登録する。3、Apple アカウントで登録する。1つを選択して登録、ログインしてください。ログインしたらイメージ2ビデオをクリックしてください。ログインすると動画を生成する際に必要なクレジットが無料で付与されています。やったね 右下にある画像アイコンをクリックして AI イラストをアップロードしてください。アップロードしたらジェネレートをクリックすることで動画を生成することができます。生成時にクレジットを消費します。生成した動画がこちらになります。おぉなんかかっこいい感じに仕上がったね。今から戦いにでも行くのかな別の AI イラストを使用して生成した動画がこちらです。 右側の車がトランスフォーマーみたいに変わるのが面白いね。次はアニメ風の人物の AI イラストをアップロードして動画生成してみます。これは期待。こちらが生成した結果になります。最初はいいのですが、途中から顔などが崩れています。うん。黒髪女は化けの皮、剥がしたね。男になったよ。実は男だったようね。 次は 3D のようなアニメ風のフェアイラストで試してみます。こちらが生成した結果になります。先ほどと同じように顔が崩れているよ。右側の女は少し惜しいところまで来ているね。画像だけをアップロードして生成する場合は、人ではなくロボットにすると良い動画生成を行うことができていました。人ですと途中から顔などが崩れやすかったりする傾向にありましたが、 なるべく違和感なく動画生成できるようになると需要が一気に高まりそうですね。えなかなか目がいっているよ。うん。蝶野内くんのモノマネかな。蝶野内くんのモノマネをしながら歌えるのはなかなかのスキルの持ち主だよ。テキストから AI アニメーションを生成する方法について。 テキストから動画生成 AI アニメーションを作成したい場合はテキスト2ビデオをクリックしてくださいプロンプト内に生成して欲しい呪文を入力してくださいフリープレビューをクリックすると4枚の画像が表示されてプレビューすることができますクレジットの消費はしないので良さそうなプレビュー画像ができたらクリックして生成しましょう生成時にクレジットが消費します4秒の動画が生成されます 左下の再生ボタンから動画を見ることができます。右上にあるダウンロードアイコンをクリックすることで、動画を MP4 形式でダウンロードすることができます。こちらが完成した動画になります。さっきの AI イラストの人物より顔が崩れていないね。テキストから動画生成した場合は、あまり顔が崩れることなく生成することができます。過去に生成したプロンプト内容やシード値を確認したい場合は、 トップ画面の左側にあるアセッツをクリックしてください。リューオールをクリックしてください。プロンプト内容を確認したい動画でダブルクリックしてください。下にスクロールするとプロンプト内容が確認でき、クリックすることでコピーすることができます。その右側ではシード値も確認することができます。右端にある ZEN2 の場所をクリックすると、テキスト2ビデオ項目に自動で移動してから、 プロンプト内容やシード値などが全て自動で設定させることが可能です。プロンプト内容やシード値などが自動で設定できていることが確認できます。シードって何シードは生成した動画ごとに付与されている番号だよ。シード値を入力してからプロンプト内容も全て同じに設定することで、似た動画内容を生成することができるよこちらは全て同じ設定にして生成した比較動画になります。 1>, 1回目の生成はこちらです。全く同じ内容にして再度生成した2回目の結果がこちらです。少し表情や動き方が変わっているね。こちらの画像では動画の最後にあるフレームの画像を比較しています。全く同じになるわけではなく、表情や動きなどが少し異なっています。このように動画内容に少し納得がいかない場合は、 再度シード値も全く同じ内容にして生成すると良い結果になる場合があるので試してみるといいでしょう。テキストと画像を混ぜて生成することはできるのかなできるよ。1、画像をアップロードしてください。2、プロンプト内に画像と組み合わせたい呪文を入れてください。3、フリープレビューをクリックしてください。4、アップロードした画像と プロンプト内容が組み合わさった4枚の画像がプレビューされるのでクリックすることで生成することができます。今回の例ではプロンプト内にロボットを入力してアップロードした画像とは別のロボットの動画を生成してみます。生成した動画がこちらです。いい感じに仕上がったね。このようにテキストと画像を混ぜて動画生成をすることも可能なので、参考にして生成してみてください。まとめです。 ジェンツは作成した AI イラストを使って AI アニメーション動画を作成することができます。または、テキストから AI アニメーション動画を作成することも可能です。将来的に個人ですぐに短編ドラマや映画、アデメなどが作れるようになりそうな感じがするね。ミュージックビデオはうまく利用すると今の状況で作れそうな感じはありますね。参考にして動画生成を楽しんでみてください。 以上で Zen2 を使って AI アニメーションを生成する方法について解説しました。アイジェネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。